はい、速稼塾の久保でございます。今日も吉谷さんへの告白をさせていただきます。どんなにね、自分に向かないことでも、どんなに嫌いな業種でも、例えばね、1年2年3年と繰り返していったら、そこそこものは分かってきますし、そこそこ上手になっていくってことは誰しも経験すること、そして想像に難くないことだと思うんですよ。そうなんですよね。いやいや仕事に行っててもだんだん詳しくなってくるんですよ。いや、俺は30年のこの道の経験があるんだっていうようなね、方いると思いますけども、もともとその道を目指してやってるわけではなかったと思うんですよね。もともとその道を目指してそこに30年いるんだったら、それはそれで大したもんですけども、ただそう思わずに30年やってる人、30年じゃなくてもいいんですよ。10年でも5年でもいいんですよね。1年でもいいと思います。いやいや仕事に行っていた、いやいや学校に行っていた、でも3年間なり6年間なりいやいや通っていれば、いろんなことが見えてきて学校に詳しい人になってるはずなんですよね。つまり量なんですよね、どんなことをするときでも。先日もこんな相談を受けました。私も YouTube をやってるんです。 YouTube をやってきてなかなか再生数が上がりません。チャンネル登録者数も増えないんですと。私の方向性が合ってるかどうかちょっと見てもらえませんかということで、チャンネル名をいただきました。で、見に行くと動画がですね、3年間かけて30個ぐらいしか上がってないんですよ。35、6本ですよね。で、チャンネル登録者数が40人に満たないという状況です。ここで私は2つの指摘をさせていただきました。YouTube として活動してるのは分かるんですけども、まだ活動してるレベルないんで、少なくとも300個ぐらい動画が溜まってからお知らせしてくださいと。じゃないと評価も何もできないということなんですよね。それが1つ。まあ300でも少ないんですけどね。で、もう1つはですね、チャンネル登録者数が少ないというんだったら、私に連絡してきた時に、久保さんもチャンネル登録お願いしますの一言でもあれば、チャンネル登録は私しませんけども、連絡を取るたびに目の前の人にチャンネル登録をお願いするって精神は必要ですよっていうふうにアドバイスしました。この2つですよね。多くの方にはこれが足りてない。で、YouTube で動画適当に上げたら、誰かがね、シェアして拡散して、なんかいきなり1万再生とかなるんじゃないかなっていうふうにね、やっぱり宝くじみたいな思考を抱いてるんですよ。でもね、私は思います。YouTube ってのは、一つのビジネスあり、ロジックなり、攻略法があると思うんですよ。で、攻略法を知らない人が乱発するということになりますけども、ただね、私も攻略法があってやってるわけじゃないんですよ。ずっと作っていく中で、おや、このタイトル反応がいいなとかね、このサムネイルちょっと受けたんじゃないかなとかね、この動画には問い合わせ来たな、コメントが来たな、これ反応されてるなってことで、いろいろ量をやる過程で気づくわけですよ。で、その気づいたものを元に、じゃあ次の動画はこのいろんな気づきを元にちょっと作ってみるかって感じで、ちょっとだけ意識してね、動画の方向性変えていくわけなんですよ。その行った先が一動画数万再生ってものが作れるってことになります。今では意識してそれが作れます。でも毎回意識してやると今度は効果が薄くなるんで、普段はもう本当に肩を抜いたね、いろんなジャンルをやるわけですよ。で、ここぞという時だけ思いっきり狙っていくわけなんですよね。これはね、なんでそういうことするかっていうと、じゃあいつも動画が開けるたんびにセールスがあったらどうですかってことなんですよ。セールスがたまにだからインパクトがあるんですよね。毎日毎日今日は秘密情報ですとか言ってたら、その効果は薄れるんですよ、受け取る人ってのはね。だからここぞという時にまとめてインパクトを出すわけなんですよ。そのためにも量がいるんですよね。10本ある動画のうちに、じゃあ1個だけものすごく大きなセールスがあるとしますよね。そうすると10回中1回だけセールスっていうペースがつかめるわけですよ。じゃあ10回セールスしようと思ったら100個の動画がいるってことになってきますよね。当然 YouTube だろうとなんだろうとセールスをしない限り売り上げは立ちません。ということで YouTube をね、やるにしてもブログをやるにしてもちょっと量が足んないんだよなーって気がしますよね。まあ今日からね俺はみたいなタイトルで漫画もありましたけども、今日から俺はって言っても本当にね取りかからないんですよ。だからこの動画を見てるリアルタイムで、あ、やらないとって感じでもうパソコンすでに開き始めるとかね、タイピングし始めるっていう状態がいいと思いますし、いやいや久保さん動画を見てたら動画撮れないじゃないですかって言うじゃないですか。だったらこの動画を撮影しながら解説すればいいんですよ。あ、なんか久保がこんなこと言ってるけど私はこう思いますよみたいな解説をかぶせてそれを動画にすればいいんですよね。いくらでも発想はあるわけなんですよ。だからね、これであってはならないとかこうでなくてはならないっていう風なその枠をね、常識の枠を早く壊していって、とにかくやるみたいなねことでやっていかなければならないかなと思いますし、これね、すごくいい例えがあったんで申し上げますけども、転売をするときにね、
1週間で100個出品しましょうっていうと、1週間で100個も思いつきませんよっていうわけなんですよ。いやいや思いつくでしょ。例えばね、これコーヒーカップ1000円で出したらいいんじゃないですかって、これなんか使いかけのやつね、コーヒーがそこについてますみたいな、これどうですかって、いやいやそれは多分ね売れないと思うし、売れても困るんでって言うんですよ。でもゼロの出品よりまともですよね、1個でも出すのが。それからどうしても大切な、例えば骨董品とかね、これだとしますよね、売れたら困るもの、じゃあ10万円って価格で売れない金額つければいいんじゃないですか。私が出したのは1週間に100個出品しろっていうことだけですよと。どういったものを出品してはいけないとか、売れないものまで出すなんて言いませんからね、やってくださいって話なんですよ。で100個出品する人の中にはトイレットペーパー1個500円とか出品したりとかする人もいますよね。まあそういった形でね、常識の枠を超えるという、こういうのもありますよ。ミスプリントしたコピー紙 A4 350円みたいなね、こんな出品をしていく人もいます。とにかく1週間で100個出そうと思ったら、まず量をやるってこと、それ以外の課題はないわけですよ。でやっていくうちに、さすがにこれはないよなと思って、100個を超えた出品をした人が一旦出品したものを削除する、それは OK です。そういうふうに進めるべきだと思います。まずは数をやること、だからね、方法手段は問わずに、まずは目的を達成すること、その繰り返しの中から、さすがにこれは労力の無駄だよねっていうのをどんどん削除していって、精度が上がってくる。これが量から質への転化だと思うわけなんですよね。皆さんいかがお感じでしょうか。